ウクライナ英雄は、ウクライナの英雄称号。ウクライナの大統領から英雄的活動を行った個々の市民に贈られる。1998年に大統領レオニード・クチマによって創設された、ウクライナ英雄は、2019年6月27日時点で453人に授与されている。この称号は、主に市民が対象となる国家勲章と、 軍人が対象となる金星勲章に分かれている。2017年6月、ユーロマイダンで犠牲となったベラルーシ人のミハイル・ジズネフスキーに外国人として初めてウクライナ英雄が授与された。一部の授与については政治的利権との関係や英雄称号には値しないとする主張がなされている。ウクライナ英雄の元となったのはかつて ウクライナソビエト社会主義共和国でも運用されていたソビエト連邦の英雄称号であるソ連邦英雄と社会主義労働英雄である。ソ連邦英雄は受賞者の大部分が軍事面での英雄的功績で社会主義労働英雄は国民経済と文化への多大な貢献で授与されていた。これらの称号は同一人物に対して複数回授与することが可能であり、 剥奪する権限はソビエト連邦最高会議幹部会にのみ与えられていた。ソビエト連邦の崩壊でこれらの称号は廃止されたが、その後の独立国では、ロシアのロシア連邦英雄やベラルーシのベラルーシ英雄などの類似した英雄称号が誕生した。ウクライナ英雄もその一つである。ウクライナ英雄は、1998年8月23日の レオニード・クチマ大統領布告第944号によって制定された。かつてソビエト連邦で運用されていた英雄称号と構成が類似しており、市民が対象となる国家勲章と軍人が対象となる金星勲章からなる。ソビエト連邦のそれとは異なり、ウクライナの法律によって受賞はどちらか一度限りと定められているが、正当な理由があれば、 両方の称号を受賞できるとされている。これは国家勲章の受賞者が軍事面での英雄的な行動をとった場合、そのものに対して金星勲章が送られることを意味している。逆に金星勲章の受賞者が残した労働による功績が国家にとって並外れた価値があると認められた場合には、そのものに対して国家勲章が送られることも意味している。 どちらの勲章も追贈が可能であり、受賞者が重大な犯罪で有罪判決を受けた時のみ、大統領が称号の剥奪を行うことができる。三射撃が用いられているウクライナの国章ウクライナの法律によって、それぞれの称号を区別するために2種類の勲章が設けられた。どちらの勲章にも、長さ4 5ト、mm、ル、幅2 8ト、mm、ルの銃が付けられており、 国旗の配色に従って、樹は左側が青色、右側が黄色に分かれている。樹は金星の中によって章と結ばれている。そして章の裏面にはそれぞれの称号の名前と受章番号が記されている。ここまでが両方の勲章に共通する意章である。金星勲章の中にはウクライナの国章にも用いられているトリーイズ部が描かれている。章は 幅 35mm の五帽星を白洋の艦が囲んでおり、五帽星の中には小さな二つの五帽星が重なるようにして配置されている。一方、国家勲章の中には何も描かれていない。その代わり、金星勲章では中に配置されていたキエフ大公、ボロディーメル一世の三射撃が、国家勲章では白洋の艦に囲まれるようにして章に配置されている。 章の大きさは、長さ3 5ト、mm、ル幅3 6ト、mm、ルと、金星勲章とほぼ変わらない。金星勲章、国家勲章受章者には、正式な章に加えて、公共の場で廃用できる、複製品が贈られる。その他、ソ連邦英雄の金星章をもとに、樹の色を赤から青ときに置き換えた、両勲章共通の略称勲章も存在する。 五防制の中心には国章の三射撃が描かれている。略称勲章は非金属製であり、廃用する際は左胸にすべての勲章の上に置かれる。金星勲章の略字国家勲章の略字原稿の略字レオニードクチマは、ウクライナ英雄について1998年と2002年の2度大統領布告を出している。1998年の大統領布告で、 ウクライナ英雄が創設されたが2002年の大統領布告は1998年の布告を無効にする内容だった。これは2000年に施行されたウクライナ国家英典法によってウクライナ英雄の規定が承認されたためである。1998年の布告にはウクライナ英雄に関する一般的な規定が含まれていた。この時の規定では 金星勲章や国家勲章を得るための基準や、その授与権者、勲章の社会的地位などが示されていた。原則、英雄的行動や労働での功績を残した、ウクライナ市民に対して送られると定められたほか、大統領のみに、ウクライナ英雄の授与権限があると決められていた。ただし、一部の政府機関は、市民に対して、英雄称号を受けるよう進めることもできた。また、 昇給や社会保障、健康管理などの面で、ウクライナ英雄には死亡するまで有効となる特別給付が与えられると定められていた。その他、二重英雄や勲章の配用方法、所有権、保管方法などについても決められていた。2002年の新規定は、従来のものをほぼ引き継ぐ形となったが、受賞者が身につけられる略称勲章はこの規定で創設された。 大統領府国第4条では、勲章の所有権に関する詳細と、博物館に展示する際の特別手続きについて、定められた。ウクライナ英雄の受賞者は、常に勲章を背広の左胸に廃用する。最高位扱いなので、他のウクライナの勲章を廃用している場合は、その勲章よりも上に配置する。国家勲章と金星勲章の二重英雄の場合は、 金星勲章を国家勲章の右に配置する。非金属製の複製品も同様に左胸の最上位に配用できるが、勲章類の配用が認められない場合には、縦1 2ト、mm、ル横1 8ト、mm、ルの略樹で代用することができる。略章勲章も左胸の最上位に配用する。市民がウクライナ英雄を受賞するためには、最高議会、内閣、 憲法裁判所、最高裁判所、最高経済裁判所、検察局、各省庁や中央執行機関に加えて、クリミア自治共和国の最高議会と閣僚議会、州、キエフ及びセバストポリの政府政権から大統領に対する推薦がなければならない。各機関から推薦された人物の活動に関する詳細と候補者の代理による推薦書類が、 大統領の死体を送られ、検討される。大統領が推薦に同意すれば、大統領令によって、キエフのマリア宮殿で、勲章や勲記略称勲章を含む称号の授与式が挙行される。2000年に暗殺された、ウクラインスカプラーダの創業者であるジャーナリストの、ゲオルギー・コンガゼは、2005年に、ウクライナ英雄が追贈された。ビタリ・クリチコ受賞者には、 様々な功績が認められ、ウクライナ英雄の称号が送られている。ウクライナ英雄の最初の受賞者は、1998年に授与されたボリス・パトンである。彼は、電気溶接を中心とした金属工学の権威として知られ、1962年から現在まで、ウクライナ国立学士院の委員長を務めている。その他の科学関連では、プラトン・コスチュクが、 神経生理学での功績で、バレリー・カザコフが、医学での功績で受賞している。ウクライナ英雄の称号は、時折アスリートや、その他スポーツ関係の人物にも贈られる。ボクシング元ヘビー級王者で、元気エフ長のビタリ・クリチコは、セリエ A で2度得点王に輝き、ヨーロッパ年間最優秀選手にも選ばれた、アンドリー・シェフチェンコと共に、2004年に、金星勲章を受賞した。 プロサッカークラブの FC ディナーモキエフで監督を務めていたバレリー・ロバノフスキーは試合中に倒れ2002年5月13日に死去した。彼の長年にわたるウクライナへの奉仕は国内のサッカーを成熟させ国家としての名声も高めたとして死去2日後にウクライナ英雄が追贈されている。またオリンピックのメダリストも受賞者として選ばれることがある。 シドニーとアテネで競泳連覇を達成したヤナ・クロチコアは、ウクライナに対する卓越した貢献と、オリンピックの会場で国家の名声を高める彼女の努力が評価されて、ウクライナ英雄を受賞した。芸術や文学で活躍する人物にも、ウクライナ英雄が贈られている。作曲家のオレクサンドル・ビラシュは、ウクライナの人々に精神的な充実感を与え、長年にわたり、 実りある創造活動への個人的な貢献を行ったとして2001年にウクライナ英雄を受賞した。おそらくソ連で最も有名なウクライナ人歌手だったソフィー・ロタールは芸術分野における顕著な個人的功績が認められて受賞に至った。作家のパブロザ・フレベルニーはウクライナのための自己犠牲や長年の執筆活動と国家の精神的方庫の充実に 多大な貢献を行ったことが評価され、2004年に受賞した。政治に関与する作家も、授与対象である。レオニード・クチマの不祥事を追っていた、ウクラインスカ・プラーダのゲオルギー・ゴンガゼは、2000年に不審死を遂げたが、2005年に、ウクライナ英雄が追贈された。ペトロ・ポロシェンコ大統領から、国家勲章を贈られる、キエフ総主教フィラレート。2017年6月、 ベラルーシ人のミハイル・ジズネフスキーに、ウクライナ英雄が追贈されたが、これが外国人初の授与である。ジズネフスキーは、ユーロマイダンの抗議運動で犠牲となった、最初の人物の一人である。彼は2014年1月22日に射殺された。また、ウクライナ政教会設立にあたり、ウクライナ国民の精神性を回復し、政教会の権威を高め、 自費と宗教間対話の調和の理想確立を目的とする特筆すべき歴史的役割を果たしたとして、ウクライナ国民と教会の精神的指導者である、キエフ総主教フィラレートも、2019年1月8日に、ウクライナ英雄を受賞した。ウクライナ統一の日である1月22日、マリア宮殿にて取り行われた式典で、フィラレートに、ペトロ・ポロシェンコより、 ウクライナ英雄の国家勲章が伝達された。ウクライナ英雄を創設したレオーニード・クチマの側近であるビクトル・メドベド宿クを中心に何人かがウクライナ英雄を含む英典や称号を不適切に運用しているとの指摘がなされた。AP 通信によれば2005年7月15日に警察がメドベド宿クに対して召喚状を送付し、これらの疑惑について説明するよう求めた。 口まとめドべどド宿は、オレクサンドル・バルテネフへのウクライナ英雄授与についても疑問を呈された。彼は犯罪組織とのつながりが噂されており、実際にウクライナで刑事告発されている。スティパン・バンデーラに対する追贈は論争を呼び、後に撤回された。一連の騒動を受けて、大統領のビクトル・ユシチェンコは2005年6月より、 当面の間英典の授与を中断する決定を下した。この決定は国務副長官のイァン・バシュニクによって発表され、ウクライナ英典及び文章学委員会によって支持された。バシュニクによれば2004年にウクライナ英雄を受賞した41人のうちの数人は大統領選挙期間中に受賞が発表されたという。彼は あなたがこれらの受賞者を3分の1でも知っているとは思わないと述べ、その年のウクライナ英雄受賞者に言及した。委員会は、ウクライナの法律で許可されない限り、何者も英典の剥奪を行わないことに同意した。少なくとも事態が進展するまでは、英典の授与が止められるはずだったが、翌月には、オレス・ホン・チャールとバディム・ヘチマンの2名に、ウクライナ英雄が追蔵されている。 ユシチェンコが2010年1月に下した第二次世界大戦中にウクライナ民族解放運動を指導しナチスの協力者と非難されているスティパン・バンデーラにウクライナ英雄を送る決定はロシア、ポーランド、そしてウクライナ自身を巻き込んだ論争を呼んだ。彼の決定はサイモン・ウィーゼント・アルセンターをはじめとする世界中のユダヤ人団体に加え ポーランド大統領レフ・カチンスキ、ロシア外務省、ソ連軍退役軍人会、セルフィー・ティヒプコやコンスタンチン・ザルドネフなどのウクライナの政治家から強い反発を受けた。特に、セバストポリ選出の国会議員であるザルドネフは抗議のためにウクライナのパスポートを燃やすまで行った。一方で、バンデーラにウクライナ英雄を追蔵する決定は、 ウクライナ西部の民族主義者と多くのウクライナ系、アメリカ人から賞賛を受けている。2010年4月2日、ドネツクの地方行政裁判所は、この大統領布告を無効とする判決を下した。弁護士のウォロディミル・オレンツェビチは、ウクライナ英雄の称号は、ウクライナ市民にのみ与えられる、最高の国家賞であると主張した。バンデーラは、第二次世界大戦後に、 ドイツへ亡命しているため、ウクライナ市民ではなく、加えて1991年のウクライナ独立、宣言法を以前にドイツで暗殺されている。同様の理由で、4月21日にはドネツィク行政控訴裁判所で、第二次世界大戦中に、ウクライナ放棄軍を指揮したロマン周平日に、ウクライナ英雄を送る2007年10月12日の、 ユシチェンコ大統領布告が無効になった。2010年8月12日、ウクライナ高等行政裁判所は、ビクトル・ヤヌコービチによるソ連兵衛、ウクライナ英雄を授与する4件の大統領布告が違法であるとして取り消しを求める訴訟を棄却した。これら訴訟の提起者は、主兵備地がウクライナ市民でないことを理由に英雄称号を剥奪した4月21日の 行政控訴裁判所判決と同様の原理であると主張している。しかしながら、ウクライナ国家営典法第16条国家賞の剥奪では以下のように規定されている。ウクライナ大統領は受賞者が法律で定められた重大な犯罪により裁判所で有罪判決を受けた時のみ国家賞を剥奪できる。上記2件の判決は少なくともこの法律に基づいていないため、 判決の法的結果や法的正当性に関しては非常に議論の的となっている。また、これら判例の適用は、チェルノブイリ原子力発電所事故の生産人や第二次世界大戦の退役軍人などからも英雄称号を剥奪する先例を作り出した。バンデーラの例のような受賞者には、アウグスティン・ボロシン、バシルストゥス、オレクサ・ヒルニク、クズマ・デレビアンコ、アレクセイ・ベレストなどがいる。 ありがとうございます。